こんにちは。今回宣伝とか翻訳を担当していただいてます藤原さあみです。よろしくお願いします。今回のこのコルグ M01D というのは任天堂 3D 専用のソフトになりますね。今までコルグ M01 っていうのは日本で出てたんですけど、それが日本でしか出てなかった。外国の人は遊びたくても遊べなかった。だけど今その任天堂 3D の 3DS の、ダウンロードが可能になって、結構ヨーロッパとかアメリカとかあちこちの国でダウンロードして遊ぶことが可能になった。そういうことですね。それで大きな特徴っていうのはコルグ M01 とそんなに変わってはいないんですけど、同時発音数が24になりました。それからですね、インターネットを通してダウンロードするので、自分で作ったソングを他の方とこの任天堂の Wi-Fi を通してお友達と交換してリミックス大会とか開いたり、そういうことができます。それからここに SD カードのスロットありますよね。はい、その SD にこのソングのファイルを MIDI で書き出すことができるんですよ。なので MIDI でソングをセーブして、その SD カードから例えばロジックでありますとかキューベースでありますとか、いろんな DAW ソフトにロードして遊ぶことができるわけです。で、これ任天堂 DS なんで、3DS ですけど、どこでも持っていけますので、パッとフレーズが浮かんだ時にこうスケッチをして、で家に帰ったらここに落として、で DAW で完璧に仕上げるとか、いろんな方法があるんですけど、これ1台でも十分に曲ができます。ちょっと実際にやってみますね。ご存知ですか？それがこのコルグ M01D にも搭載されておりまして、この通りコードにすることも、スケールとかキーを設定することも可能なんで、適当にじくって言っても音痴にならない、そうなっております。じゃあちょっとカオスをちょっと使って演奏してみましょう。
まあ、すかさずレコーディングボタンを押すとリアルタイムでレコーディングができます。じゃあやってみましょう。レコーディングボタン、それでオンのオンとオフができますね。D、こちら日本では5月にダウンロード開始ということで、皆様お楽しみにしてください。どうぞよろしくお願いします。